甲州道中図屏風は江戸時代の屏風へ。甲州道中の景観、風俗が視覚的に描写された屏風へで山梨県指定文化財。現在は山梨県立博物館所蔵。江戸時代には観光目的としての旅が一般に広まり、個人的な旅に関して記録した旅行記絵図、地図、地種類が多く成立した。 甲州道中の旅を描いた、絵地図類には、江戸幕府の作成した、甲州道中文献のベーズをはじめ、国境本の金書記録文、美信三景甲州道中膝繰り毛や実編者19、美信山道中の飢饉わらじ、旅日記では、黒川春村、波山日記、津久井日記、霞港安水風、甲州道中期、渋江長白、勘誘、気象などが知られる。 甲州道中図屏風もこうした旅の大衆化に伴い、成立したものであると考えられている。甲州道中は、近世諸島に、幕府の手により整備され、江戸から甲府を経て、品の下諏訪で、中仙道と合流し、38の宿場が設置された。江戸期には、甲州道中を通じて、多くの文人が通行し、旅日記などを残している。屏風は六曲一席で、 寸法は縦 176.0cm、横 368.0cm。着色。作者、年季は、不詳で、関連資料も皆無であるが、作成年代に関しては口述の理由から、幕末期の開園4年から慶応3年の期間に、推測されている。双方の縁に、後筆で、身ノブマ右、身ノブマ左と記されており、 これに従い左右を区別すると、右席に27場面、左席に21場面が描かれている。角絵の寸法は横幅がそれぞれ異なるが、縦は27センチメートルで共通しており、本来はき小状であったものが屏風に仕立てられてものと考えられている。また、角絵は付箋が存在するが、図のみで場所の特定が困難なものも見られ、本来的には 死が存在していたものと考えられている。絵画的には、江戸後期の土砂派の影響が指摘されている。本屏部には、江戸から甲州道中を経て、甲府へ行ったり、藤川沿いに下り身延山を経て、駿河国へ向かい、さらに、東海道を経て、江戸へ戻る、道中の名所、旧跡が描かれており、大ね富士山を中心に、半時計回りの旅程となっている。高橋は、 両部中の、角絵について、右跡最上段右側を1とし、左に向かって、合番を付与して、最下段左側を27、左跡も、同様に、最上段右側を28、最下段右側を48として、場所の否定を行っている。府中辺りから日野塾を望んだ図稲荷社、高尾山六小牧や関所高尾山頂小仏峠、寄席から、吉野弁。 天田木か、近畿岩一律か、諏訪口止め番食路の田付近か、座頭転がし一律かか、上野原付近の桂川鶴川の、私はどの定石を月橋笹子峠屋建ての、杉笹子峠から、甲府方面に下る辺細かい石鶴瀬口止め番所、大久野義塾地伊沢宿辺高尾山町小仙教科、湯村。小仙教近辺、甲府城下を望む。 図大木刀、みの山さん、駆動寺健子市寺、梶じ沢口止め番所、病部岩、早川。藤川合流地点の私付近、不祥、破棄井川。みの山さん、山、さん。猿橋大木刀。万沢口止め番所、府省武田市屋方跡から。赤水寺方面を望む図、駿河方面から、富士を望む図。岩淵河岸付近から、富士を望む図、三島方面から。 富士を望む図和市の小畔の才の河原から富士を望む図、甲州道中図屏風は、本来の牧子であった時に、格絵は、旅程順に配列されていたと見られるが、屏風絵に仕立て直される過程で、格絵を機械的に配置したと見られている。そのため現状では一部地理的作装を含んでいるが、概ね甲州街道における、旅程順に配置されている。すなわち江戸から、 高尾山産経を経て、甲府城下へ至る。高尾山の情景は、複数の絵に描かれており、本屏部の旅における目的の一つは、高尾山産経であると見られている。甲府では、武田市館跡、湯村、小仙峡に立ち寄り、再び甲府へ戻る。さらに、健康寺に立ち寄り、梶じ沢の口止め番所に、至り、身延山産経を行う。 さらに万沢口止め番所を経て、駿河へ至り、東海道を進み和ぶち市を経て、足の湖までの旅程が想定される。なお、屏部へにおける旅程は、足の湖で終わっているが、最終的には、江戸へ帰ったと見られる。当時、江戸から甲府までは3泊4日の日程で、1泊目は、高尾山手前の府中、横山付近であることが通例であった。 甲州道中図屏風では後、高尾山頂で、早朝の太陽が描かれ、本屏風の旅における一拍目は、高尾山頂であったと見られている。二拍目は一拍目が、府中拍の場合は、寄せ、横山拍の場合は上野原あるいは、犬目が、標準的であったが、屏風絵では十二、黒野田付近か、十五、上野原付近の桂川において夜景が描かれており、十五、 上野原付近の桂川では、桂川筋において行われていた、迂回漁が描かれていることから、二拍目は、上野原付近であったと見られている。三拍目は、甲州街道の難所である、笹子峠を控えており、その手前である花坂もしくは黒野田付近での宿泊が、一般的であり、三拍目の光景と見られる十二、黒野田付近下では描かれている宿場の規模から、 黒の打塾であると考えられている、伊沢八万宮公衆道中図屏風に描かれた、美信三駆動寺は、文政七年の大火で、本堂、祖師堂、位牌堂が消失し、嘉永四年に三道の再建工事が終了した。再建前の三道はいずれも東波後輩であったが、再建後は、東派孔、流れ波孔が混在した様式となっている。 屏風絵における賛同は揃っているが再建後の東派風、流れ派風が混在した様子で描かれており、このことから、屏風絵の作成時期は開園4年から明治維新を迎える慶応3年の期間に推定されている。なお、本資料が屏風絵に表具された時期は、口述の裏天資料の発見から明治30から40年代に推定されている。また、十五。 伊沢熟編で8月10日から16日まで行われている伊沢八万宮の年内大祭の様子が描かれており、道図の左側には8月19日に祭礼が行われる甲府手話湖付近の道祖神が描かれている。これらの事実から旅の時期は8月中旬で甲府に至ったのは8月下旬、美信から駿河を経て江戸へ帰った。 全旅程は9月初旬から中旬であると考えられている。岩戸の山城公衆道中図屏風においては、随所に二人連れの武士が登場しており、屏風への作者であるとも考えられている。本屏風絵に描かれる人物の大半は、武士で、農民、町民が登場していないことが指摘され、旅程が農半期である8月から9月に想定されていることからも、 作者は武士であると考えられている。一行は、身延山三景の頃から同伴者が増え、足の湖畔では4人の人物が描かれている。屏風への作者と思われる武士の属する家中は不明。海の国ゆかりの武士による、公衆機構では、文政13年の武田勝より250円期に、武田一心である土浦藩主、土屋家心の吉田賢心が海を旅して、 昨日へ春道中の木を記録している事例がある。高橋治は、屏風への作者が、海の国を統治した柳沢氏の家中の人物である、可能性を検討しつつ、柳沢氏発祥の地である、北駒郡を旅していないことを指摘している。一方、旅の目的については、屏風へでは、戦国時代の海、武田氏に関する史跡が多く登場することが、指摘される。 軍内では、岩戸農産をめぐり、井戸、地、馬場、大手跡など、各種以降の所在地を正確に記録していることが、指摘され、城跡を歩いていると考えられている。徐地は、上野原市奥麦の長峰鳥出跡に所在し、風流史者記によれば、武田家臣加藤影忠の鳥出跡とされる。国中では、武田市屋方跡をめぐり、 甲府上数で記載されている例の少ない、1の森、2の森、3の森などを記載している。これらの事実から、屏風への作者は、竹だけに関する史跡に興味を持ち、現地に詳しい人物の案内を得て、旅を行っていたと考えられている。また、三信さん駆動寺をはじめ大木刀や、伊沢鵜海に関する伊沢塾など、日蓮伝承に関わる旧跡も多く巡っている点も、 特色とされ、作者は、日蓮宗に帰依した人物であったとも見られる。甲州道中屏風では旅行者が確実に現地を旅して描いたと見られる風景が描かれている。24. 大久野義諸地は、付箋には、弁天社とのみ記されているが、松林が、池の周囲を取り囲んだ図像は、貝の国史や有記、勘誘気象、五海道再見読案内に記される貝の名所。 大国の塾地であることが指摘される。大国の塾池は現存していないが、国史によれば、金毛を含んだ国水で水面に落葉が浮かんでいたとされ、屏風絵でも同様の図像が描かれている。屏風絵ではこの他にも著名な甲州道中、海の名所が数多く描かれているが、近代の開発により消滅してしまった名所も含まれている。七、寄せから吉野八。 弁天池か9、近畿石は1947年に、相模湖が造成されたことにより、固定に埋没している。22、細かい石は、聖徳太子伝承に関わる史跡であったが、水害により消失したという。25、時忠母も水害により消滅している。時忠母は、平家一族である、平野時忠の母書とされる史跡で、江戸時代には、 時忠と、伊沢鵜飼を絡め、時忠の霊を沈めたのが日蓮であるとする伝承が伝えられている。また、15、上野原付近の桂川では、桂川における鵜飼が描かれているが、桂川における鵜飼も近代に途絶している。貝の国における鵜飼は、江戸時代の、貝の名所ことぶき古録に記される、忘れ川における鵜飼や、伊沢鵜飼が知られる。 忘れ川におけるうかいは、全国のうかいで、一般的な漁師が船へ乗り込みうかいを行う、船うかいであるのに対し、伊沢うかいや、高州道中図屏風に描かれるカツ川における、うかいは、漁師が直接川へ入りうかいを行う、徒歩うかいとして知られ、類例の少ない。カツ川におけるうかいは、その後途絶してしまっているため、高州道中図屏風は失われた景観や制業を、 印る資料としても、重要視されている。うかい、山縁明寺また、旅において、地元民との交流があったとも見られている。17、岩戸の定石では付箋に、井戸、千葉場大手跡など、岩戸の城の各遺構の所在が記されている。江戸期の道中案内記では、定石の遺構まで詳細に記されてはおらず。 街道沿いから城跡を眺めるだけでなく、実際に現地に立ち寄り、地元民に案内され以降の所在を確認していたと見られている。また、屏風では、地元民の耳から聞き取った音声情報が反映されていると見られる箇所や語気も見られ、旧、近畿岩は、新編相模国風土機構では、近畿岩と読みが記されているが、屏風への付箋では、木岩と記されている。 同様に25、伊沢塾編では、笛吹市伊沢町支部に所在する日蓮囚人、円苗寺の付箋には、本苗寺と記され、甲府の大泉寺には、大善寺、駿河の実相寺には、新相寺記されている。廟笛では、こうした地元民との交流から得られた情報を取り入れていたと見られるのに対し、当時数多く出版されていた道中案内域。 絵図類を参照し事前に、旅の情報を得ていたとも見られ、屏風絵に描かれた格絵の場所は、文政2年出版の実編者19、美信山道中の貴金わらじや海の国絵図、五海道中再見読案内などの道中案内域、絵地図と共通するものが多い。また、かじかから、美信山に至る経路は、当時、快速性に優れていた藤川周運が、発達していたが、 旅の作者はこれを利用せずに陸路を経ている。美信山道中の基金わらじでは、急流で難所の多かった藤川水運の危険性を記しており、旅の作者は事前にこうした情報を得て、陸路を選択していた可能性が考えられている。2007年に本病部は、文化財修復の専門工房で修理が行われ、その過程で、裏天使領の存在が判明した。 裏点資料は、屏部の裏に同一種類の帳簿が解体された状態で重なり合って貼り合わされている。帳簿は縦型で、紙の真ん中を中心に2つ折りで袋閉じにされており、中心線を基準に半帳ごとに切断され、判読し得る分に限れば59枚分が確認されている。うち7枚が、表裏にページ分が完全な状態で残されている。裏点資料は、 近代期の友情屋に関する資料と判断され、室の番号、灯籠日時、退出日時、将棋名、県二日ネタか、私宿所住所、氏名の各項目が青色インクの一覧表として印刷され、警察の担当者のものと思われる原因も押されている。近代期の友情屋においては、治安維持の観点から遊覚人名簿の作成と5年間の 保管が義務付けられており、投資料は、警察が遊郭を把握するために作成され、保存期間を過ぎ廃棄された後に、腰業者を介して、屏風の裏点に転用されたものであると考えられている。投資料は記されている、遊郭人の住所や、鮮明の記載から、横浜市中心部の港湾近くにあった遊女屋の遊郭人名簿であると推定され、記載された地名の分析や、 船舶の活動期間から、投資料は、明治30年から明治40年にかけて、作成されたものであると考えられている。また、この推定期間に、横浜において、営業を許可されている遊郭は、マガメ町、永楽町の2町に絞り込まれる。近代期の遊郭人名簿は、保存期間を過ぎれば廃棄され。 その性格から公にされる機会が少なく、繊細などで消失している例も多いことから、歴史資料として貴重であり、投資料も近代期の横浜遊郭の実態を知る資料として活用されている。また、裏天資料の年代分析と来歴から、甲州道中図屏風は、明治30年から40年代に横浜近辺において表具され、本来の巻子城であった。 病部絵を所蔵していた人物も横浜近辺に居住していた可能性も考えられている。ありがとうございます。